2022年の時点で海上自衛隊に就役中の艦艇中、最大の規模を誇るのがヘリコプター搭載型の護衛艦。出雲型の1番艦出雲、2番艦加賀の両艦となっているよ。海外での艦種はもともとヘリ空母に分類されることが多いみたいだね。どうやらそんな2隻が航空母艦化改修が進められているみたいだぜ。反対勢力の動向についても目が離せないな。そうだね。さて今回は、出雲加賀の2隻とも航空母艦化改修が進展中であることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊においては世界の通常の海軍ではコルベットと呼ばれるような大きさの艦艇から、こうした出雲型のような艦艇まで全て一括りに護衛艦と呼んでいるんだけど、内部では出雲型には DDH という艦式号が与えられているよ。DDH は海上自衛隊においてヘリコプター搭載型の護衛艦を指し示す艦式号であり、イージス護衛艦は DDG、汎用護衛艦は DD、最新鋭の最上型は FFM など、その艦艇の用途と性格を表す記号だと考えて良いだろうね。太平洋戦争後の日本では自衛隊は軍隊ではないという大いなる建前のもと、自衛のための最低限の実力を備えた組織と定義されており、攻撃的な兵器兵装を自衛隊が保有することは政治的にも、それを是認してこなかった経緯があるからな。攻撃的な兵器って具体的にはどんなものになるのかな？これまでの憲法に照らしての解釈を見た場合に攻撃的な兵器とは、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦がその代表例とされてきたため、自衛隊が航空母艦を保有することについては絶えず政治的な反対がつきまとったんだ。現在の日本政府の見解でも、あくまで自国が保有を禁じられているのは攻撃的な航空母艦であって、防御的に用いる航空母艦であれば憲法や自衛隊の理念には反さないという立場を、堅持はしているんだけど、まさなおすっきりとはしないよね。しかし出雲型護衛艦2隻に固定翼機である F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする改修を施すことは、事実上の航空母艦化であり、まあこれまでの経緯を踏まえればここまで踏み込むことができたことは時代の変遷を感じざるを得ないぜ。出雲型護衛艦の登場が二昔ほど以前であれば、その航空母艦化を問題視する風潮は、今よりはるかに大きかったのではないかと思え、マスメディアや野党からの反発も非常に激しいものになっていた可能性が高いだろうしね。出雲型護衛艦の航空母艦化がそうした言説によって妨げられなかったのは、近年の日本の置かれた安全保障環境が尖閣諸島をはじめとする南西諸島への中国の進出に対し、多くの国民が危機意識を抱いていることの裏返しとも思えるよ。1991年に自ら崩壊するまでの間、旧ソ連邦は日本の最大の仮想帝国であり続けていたんだけど、この崩壊で長年続いた冷戦構造に終わりが訪れたかと思いきや、代わりに2000年代からは中国の海洋進出という新たな脅威に日本は直面したんだ。中国海軍は公海東シナ海南シナ海と活動領域を順調に増加させており、2012年に1隻目の航空母艦遼寧を皮切りに、2019年に2隻目の山東を就役させ、今年2022年には3隻目の福建も進水させてきたよ。これら中国海軍でまだ実戦配備された正規の航空母艦は3等1隻のみとはいえ、すでに練習用の航空母艦として運用が続けられている。遼寧も西太平洋に進出して軍事演習を行うことが可能なほどにその勢いは増加しているぜ。こうした中国海軍の海洋進出への危機感が仮に有事となった場合、南西諸島では沖縄の那覇にしか使用可能な滑走路を確保できていない自衛隊としては、別の手段で航空戦力を投射する方向を模索する必要に迫られたのだと思えるよ。折しもアメリカのロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代戦闘である F-35 ライトニング2は、そのラインナップに短距離離陸垂直着陸での運用が可能な B 型を含んでおり、同期の存在も出雲型の航空母艦化を具体化させたね。日本ではこの F-35 ライトニング 2B 型を現状では総数で42機調達する計画が進められており、通常時には宮崎県のニュータバル基地に駐機される予定の同期は、任務の必要に応じて航空母艦化された出雲型に艦載される手はずとされているんだって。出雲型護衛艦は1番艦の出雲から先に航空母艦化の改修工事が始まっており、こちらは2020年3月から2021年6月にわたって定期的なメンテナンスのタイミングに合わせて、第1段階の改修工事が行われたよ。ここでの出雲には艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型のエンジンの排気熱に対する、飛行甲板の耐熱強化を中心とした改修工事が行われたんだけど、これは同艦がこれまで回転翼機のみを運用する仕様となっていたためなんだ。これに加えて出雲では F-35 ライトニング2を全天候の環境下でも、安全に着艦させるための誘導装置の搭載も行われており、
これらの改修工事を終えた出雲は現在、一旦通常の任務を行うべく現場復帰しているってわけ。出雲の2回目の改修工事は2025年3月頃から行われると見られており、そこで現在は艦を上空から見た場合には先端が細く絞られた形式の台形状の飛行甲板は、スクエアな四角形状の形状へと拡幅されることが決まっているみたい。この飛行甲板の拡幅工事は現状、基本的に垂直離陸着陸のみを行う回転翼機では不要であった。拡幅後の滑走スペースを、短距離離陸が必要となる、F-35 ライトニング 2B 用に確保するためのもので、その運用効率の向上が目的みたい。出雲型護衛艦の航空母艦化が検討された際には、イギリスの航空母艦で同じく、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするクイーンエリザベス級のように、艦首にスキージャンプ式の発艦装置を設ける案も検討されていたというよ。しかし出雲型は艦首部に重量のあるソーナーを内蔵していることから、スキージャンプ式の発艦装置を設置した場合には、艦そのものの重量配分が厳しくなると判断され、F-35 ライトニング 2B 型の運用効率が下がることは織り込み済みではあるぜ。一方2番艦の加賀は2022年9月現在はちょうど1回目の改修工事に入っており、出雲の1回目と同様の内容に加えて、先んじて飛行甲板の先端の拡幅工事も行われる予定であり、2023年度までの実施が見込まれているみたい。加賀の2回目の改修工事は2026年度から行われる予定とされており、完成自体は、先に2度目の改修工事を終える出雲から終了することとなるんだけど、艦内部の格納庫等の区画の割り当てに関しては並行して検討を行うというよ。これには先行して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の強襲揚陸艦等の実績をもとに、少しでも運用効率の向上を図る区画とする目的があるようで、戦後初の固定翼機の運用に細心の注意を払う姿勢が伺えるね。出雲型は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル。全幅 38.0メートル の艦体を持つとはいえ、F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は、10機前後と見られており、本来的に航空母艦と呼ぶには決して多くはないんだ。また出雲型護衛艦が中国海軍の潜水艦の活動を抑えるために、現在の海上自衛隊艦艇の中で、最も多く対潜哨戒能力としての回転翼機を一度に運用可能な艦艇であることを考慮すれば、その航空母艦化は手放しでは喜べない側面もあるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。